赤十字救急法救急院の日程で事故や急病、災害時等を想定した救命手当、応急手当などを受講できる。最終日に行われる筆記試験及び実技試験に合格すると日本赤十字社より救急法救急院として認定され、認定証が交付される。現在、日本では様々な団体が主催する。 救急法講習が存在するが、赤十字救急法救急院要請講習は、災害ボランティア要員要請という使命もあるため、搬送法、包帯法など、比較的広範囲で、幅広い内容の講習を提供している。講習終盤では、多数が負傷する事態に遭遇した際の対応を問われる、総合実技が課される。資格有効期限は、発行日より5年間。 2007年4月1日より、会レベル一般講習が廃止され、赤十字救急法基礎講習が新設された。救急員となるには、前提として、これを取得する必要がある。この際、講習内容も全面的に改定され、資格継続研修の制度が一時はあった。ただし、有効期限を資格執行後の資格継続研修の受講は、不可で、 その場合は、最初からすべてを受け直す必要がある。加えて、資格継続研修の制度は、2019年3月をもって廃止されたため、現在は更新制度が存在していない。日本赤十字社は日本において、組織として救急法教育を始めた長い歴史があるため、各都道府県の運転免許試験条件定員への救急法指導を行っているほか、 各種スポーツ指導者も本資格の取得が必須となっているものが多い。防災士などの認定の場合にも本資格は消防本部が実施する救命講習での認定条件と同等に取り扱われるが、例えば警備会社では消防本部実施の上級救命講習が望ましいとされる。それは赤十字資格は民間資格の扱いとなり消防本部の行う。 救命講習は公的資格として扱われるためである。酸素欠乏危険作業主任者、酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の各技能講習において救急医認定証を受けた者は実技講習のうち救急蘇生の方法2時間が免除される。2005年の受講者は約37万人、有資格者は12万人、 救急救命講習の受講者数としては、国内2位。1位は、消防本部の行う普通救命講習で年間約100万人。あらかじめ、赤十字救急法基礎講習修了者となっていることが受講条件である。救急法救急員養成講習の受講料は1700円。ただし、受講証は、受講に参加したことと証明するのみで、 救急法の資格を得たことになはらない。日本赤十字社。よくあるご質問。2020年5月8日閲覧。日本赤十字社。救急法等の資格の継続について。2020年5月8日閲覧。厚生労働省。酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び、酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者技能講習規定。 2020年5月8日閲覧日本赤十字社救急法2020年5月8日閲覧ありがとうございます。